千葉カントリークラブは千葉県野田市番章に事務所がある株主会員制で運営導入の最初のゴルフ場。野田市番章に野田ゴルフ場、同志中里に川間、コース、同志丁寧に倍号コースのゴルフ場がある。1952年頃千葉県北西部野田市の松の平地林に志田一郎が目をつけた志田は千葉県森林組合連合会選務理事だったである。 シダが探し当てたゴルフ用地は、千葉市郊外の本田村で、明治大学のグラウンド予定地だった。しかし、明治大学の3位が得られず実現しなかった。次に候補に上がったのが、東京から1時間の条件にかなう野田市の平地林だった。シダが最初に着手したのは、現、梅村コースのある、番号村の平地林である、小林永年に設計を、藤田金に 井上誠一に監修を依頼することにした。だが、地主のモテギ国旗の合意が得られなかった。次に着手したのは、現、野田ゴルフ場のインコースにあたる、弁天地周辺の林地だった。千葉県知事の川口田目之助株式会社毎日新聞の高石慎五郎らの協力を得て、千葉カントリークラブの建設計画が開始された。1953年、 野田市弁天地方の山林地帯を建設用地として、清水建設株式会社の清水洋之助、野田醤油株式会社の茂木純三郎、茂木慶三郎らの賛同を得て、1954年3月、高石慎五郎を発起人として、財界人らが結集し、日本初の個人会員中心の株主、会員制クラブとして、株式会社千葉カントリークラブが設立された。 1954年3月、千葉県で戦後初のゴルフ場の建設が着工され、同年10月、アウト9ホールとクラブハウスが完成、仮開場されたコース名は、歌唱、弁天地ゴルフ場だった。1955年3月、残るインコース9ホールが着工され、同年10月9日、18ホールズが開場した。同時に、赤羽の学士会、 ゴルフクラブと合併、翌1955年10月9日、千葉カントリークラブ、野田ゴルフ場、18ホールのゴルフ場が正式に開場した。1956年3月、志田は第二のコース計画に着手、建設用地は五田沼の周辺の香取りに決まった。1957年11月9日、18ホールが開場された。その後、 両コースの来場者が予想以上の人気を得て、第3のコースの建設の必要性が出てきた。志田は、建設用地を、バイゴーの山林地帯に決め計画を開始、モテギ、高梨の両家の内諾を得て、着工、1959年12月、9ホールを仮開場し、1960年10月、18ホールが開場された。千葉カントリークラブは、 3コース54ホールの規模を誇るゴルフクラブとなった。郵便番号278-0041千葉県の出し、番称4郵便番号270-0237千葉県の出し中里3477郵便番号278-0021千葉県の出し丁寧167ありがとうございます。